日光と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で意味になるものは愛である。アーメン。信じるんだけど、復活されたいう話になるので、ちょっと首をかしげてしまったり、あんまり信じないと思う。大事なのはね、死んだけれども、死なれたけれども、ね、蘇られたんだという、死から、そこへ
또 소건이 신고는 믿기 때문에 다이소스나 그때 아는 또 이것도 그래 신이라게 그래 그래야 뭔다야 그래 유명하야다 손나 하나씩 신이라를 봐 그래서 어이 소래가 이치만 다이소스란 뜻이요 뭐 스웨덴의 수가 신이마스다 예상은 원하지만 신이마스다 소코마대와 저지간 스카라다 제가 알았어도 마 신이다 신이다 안다니까 신이란다 그러고 여명하야다 안다니요 도구로 가네 저도 저도 야매도 그랬으면 하라서 그랬는데 알아 고고자 하라서 그랬는데 그랬다면 그랬다 잔도 키쿠고도가 되기만 그래도 서로 것도 오고고로 가라 신지 설레야 되었다 서지가 신공아 혼모난이 나가는 것이요 그래도 네 신다 하만의 홍을 하였다 너도 할 건데, 아래, 시대에 말해. 아래. 나가라, 내 말하고 지가 이상한데. 다리가 이거라고 커서 또 내 시대에 가고 싶단데, 아닐까 또. 아니, 이래서 여기서. 그래서 여기가 이래다, 그죠? 네, 서른 나가와 너도 할 건데, 알바스 그랬네. 私も 実は 너도 할 건데. 同じところ 20年前かなイエスの下あるかなと覗いたらないで今から何年前かな20年前かなイスラエルのユダヤのイスラエルちょうどのイスラエル旅行しましたな実際にそのイエスをホームランと墓をね同じように覗きました 下はないねなんかないねあったらおかしいのかなところがそのおかしいのねことにね青森っていう日本の青森でキリストの墓があるわあるらしいあ平井村というその村のね 信号というか村あの地域にキリストが墓があるっていう、うん、そういうふうにインターネットで見れば、うん、で十字があるやそれだってキリストじゃなくてキリストの音とかなんか覚えてたというような話をする人いや覚えられないな一遍も見えたと思うね暇があったらね 今はなかなかできないけどねちょっとねなんでそんな話になったんやろちょっと嘘か思うか見に行ったらと思うね青森言うたらね北海道より近いけどねまあ北海道ほど遠いわな青森なで夏になるとちょっと雪が降り出して 寒いやな正月食べるのにいたらばあの多いからそんな暇あんなよそんな暇ありますなそんな言うてまた怒る人も欲しいな何しても怒られんねね怒る人は怒る何にしても何にもせんなものすごく怒るしなんかするとね 時間の通りね、よう、そんなお金ありましたね。だから気が多いからね、私は。いっぺん何度聞いたのか、ね。写真撮ってこい。なんでキリストは墓があんねん。だって、墓もあったかしらんけど、今はないというか、そこに死体は葬られてないから。
それは見たでしゃあない、うん、いうことになりますけど、うん、だけどそういうことはね、どうして話がそうだったんだろうか。いやいや、今日ちょっとテレビちょっと見てましたらね、朝からテレビ見る先生暇あんなようね、なんか、もっとちゃんと、この文章をね、よく研究しなさい。朝からそんなテレビ見る暇あるかありますな。先生の文句でしょ。ちょっと偶然つけたからね、タウンを見ます、ね、岡山県のね、岡山県を探索するというか、そんな番組がありますな。で、岡山県の駅やな、出たら目の前に浦島太郎があるな、浦島太郎。浦島太郎の銅像がある。で、君だもなんか、なんか、それに売ってた。うん、お土産で、岡山のお土産、君だもの。いや、もうね、岡山いうところはね、ちょっと変わったとかね。いや、どこの地域で言ってもね、それぞれね、その、おかしさというかな、妙なところがありますけどね、岡山いうのはね、変わった雰囲気がしますね。それで君のこれから君だもんって言ったかね、言ってましたけどね、岡山に行って、いや、私も実際に行きました。何回もおりましたね、岡山はね。結構広い町やしね、駅前が素敵なところですね。それで、うろちょろする、ね、面白いところですね。ちょうど姫路まで行く電車がないのでね、それまでの間、ちょっとその辺見てこようかなと思ってね、じゃあうろちょろしましたな。で、そのうろちょろしてる間にね、姫路の方へ行くと電車が出てしまった。あ、しまったと思ってね、ちょっと待ったね、もうちょっと1時間ほど待たないかったけどね、あれがそれをね、もうあれ、電車あれへんわ、ということだったんですけど、なんかおかしなことしとったら、出てね、今頃乗れる電車って、青春18禁じゃな、ね、乗ったことない?ないの。青春18禁って、日本どこでも、2000円かからへんか。2300円ぐらいか。5万円するんでね、まあ、セットになってる、セット。ね、それで1万300円か。で、1万2300円か。なんか、ちょっと、消費税も入ってるからね、ちょっとおかしな値段ですけどね。とにかく5枚つづりがあるね、どこまでも行けんね、うん、一日乗り放題、どこで降りてもいいしね、どこで乗ってもいいという、そういう電車があるね。いやいや、青森行ったのかなと思ったら、ね、ちょっと放電で行って、立ってたらね、金沢からね、どこまでやったかな、新潟のなんかところまである、JR じゃないのでね、3年ほどしゃあらないと行けませんよって言われて、あ、そうか、行けで、ちょっとそう失敗していると、行けなかったことがありますけどね、とにかくね、そういう切符がありますな。どこまで乗っとってね、一日乗り放題。ね、いいですよね。今ね、そういうのあるやん、何々小だと、うん、食べ放題、そういう店あるやん、知らない？
全然し放題、食べ放題、着放題、ね、全然し放題って言うやん。だから、調子に乗ってね、まあ、遊びで遊びまくってるという、ね、子供の時なんか、もう遊びまくってたからね、僕らあの、まだ同じ話になるかもしれない。子供の時はね、あのもうそこらに、ね、遊べるとこどこでも行ったら、ただ向こうのとこはね、あの洗えるところに井戸があるね、堀があるんや、ね、田んぼの隅に井戸があるで、草が生えてるんや、そこへ分からんからね、そこへ行くとね、どぼーんと中にはまるわけや、ね、そしたら、助けてくれって、自分一人やったのに誰も来てくれへんわけや。もう死んでまうわけや。ああ。だって、あいつどこ行ったんやろ、おれへんわけや。もうその井戸の中はまってるわけや。で、井戸の中からね、助けてくれって言ったってね、そんなもんだって声が聞こえへんわけや。ね、もう死んでまうわけや。で、僕のそんな人がいっぱいおるわ。僕んちの家の一軒置いた隣の家、うん、一軒置いた隣の家、それからその裏の家の子供は死んでるわ、井戸に落ちて、あるいは池に落ちて、でそのお父さんがね、大変や、ありがとうちゃーってね、その亡くなった溺れ死にそうな、溺れ死んだような子供さんをね、抱えてね、病院に連れて運んでおられたというのを記憶はあるけどね、そんな感じでね、もうちょっとで死んでしまう。で、よう助かったんだ。ああ、助かった。もしかしたら自分も死んで、あれと同じ運命を辿ってるんじゃないかなと思う。それでも助かった。ということは、まあこの世の中にね、まだ生きていかなければならない使命があると、ね、そういうふうに思う。あの時なんで死んなかったんかな。今生きてる、ありがたいことですよね。こういうことは自分の使命をね、よく自覚して、ね、ちゃんと生きなさいと、ね、せっかく生かされてんだから、他の人やったら死んでるんだと。いや、お前らあの時死んでるやんかと。え、そうやったら、今、生きてるというか、なんかせないかんねん。お前、その務めを果たそうかと言われて、よく責められる。神様に責められる。あ、申し訳ありませんでした。ってね、そっち言わされる。そしたら、ほんと、ね、夢の中から、ほんと目覚める。だからね、いや、夜中ね、夢ばっかり見んねん。いまだに夢見る、同じような夢見るわ。ドバーンと落ちた。上がったりさ、落ちたら重みでね、井戸のなすかな方まで落ちるやん。で、また、風呂で上がってくるやん。それ繰り返して、ドバーンと上がったり下がったりして。だ上にずっと上がった時ね、そのお父さんを呼んできてね、で、僕は手を掴んでくれた。それで助かったよ。ね。いや、それ話したっけ？え？何回も話した。何回話しねえんだよ。いや、そういうね、ドーンと落ちたというね、いや、そういう人をね、それからあの、いつも家へ帰るとね、生まれた家を週に一遍見に行くんです。大体2週に一遍ぐらい見に行くんですけどね、様子を見に行く。するとね、あの近くにカラオケ屋さんがあるわけ。カラオケハウスで、スカサいう名前や。でそのカラオケ屋さんの息子さんがね、息子さんやお父さんだ。あ、お父さんがね、あのちょうどあの病院の前やったら、
前の池があるね。そこへ落ちて死んだ。で、おまわりさんが飛んできてね、その子供さんをね、あの人工呼吸してた。ね、だけど、すでに時を過ぎ、もう医者もおれということでね、もう死んでしまった。そういうお父さんがおった。その空手屋さんのね、あの姉さんにも時々出会うんですけどね、もうその辺で、あんた、もうこの人が亡くなった、あの人も死んだ、そんな人いっぱいいるんや、ね、でもその私もその人やったでなるか可能性があったなということを思い出す時にね、私が生かされていると、これは何か用があると、お前は死んではいけないというふうに、ね、神様に何かね運命づけられたというかな。いや、東京へ行きますとね、またあの東京に13年おったんですけどね、なんで東京の13年おっても、もう3分の1ほど病院におったわけや。で、病院に入院しとったわけや、ね、で、なんで入院しとったんかいうと、結核や、結核で、結核やったら、それで僕のおばさん2人がね、もう結核で死んでるんや、お前も同じ運命やよって、そういうことを、ね、言われる、ね、俺も死んでるわ、死んでるわと、結核になったんだから、もう入院。その話も前にしたか、その話はあんまりせんかったか、してる、してるそんな話おっけ、ね、いっぺんも二ぺんも同じ話。いや、だけどね、その入院したところは埼玉県の豊岡というところで、国立療養所豊岡、豊岡なんとか呼ぶように、それで1年、2年おったか、その49号室におったんだけどね、前も見たか、ね、そしたら10人、1部屋に8人かな、10人がおったわけやな、それをしたっけ。そしていつもはね、同じ人ばっかり人がいるんでね、あのもう暇なもんだから、まあ、だいたい療養生活はね、暇なんだ。で、毎日ね、午後や将棋やね、なんかしょった、遊んでんねん。もう、ね、もうふね、寝巻き着て、うろちょして、パジャマ着て、うろちょしてもいいわけや。ただし、病院の中だけね。病院の外へ出るとね、服着なんとね。ちょっと、やばいからね。でパジャマの着ままね、病院の外に出たりしてたらね、ちょっと怒られますからね。うん、そういうね、あの、療養生活ね。いや、療養生活でもね、復活の話だけどね。いや、あの、ある兄弟がね、小説を書いているということでね。考えたら、そうだ、俺も小説書けるわ、ね、で小説書くんだけど、何の話があったら、その療養生活をね、そのまま小説にしてもいいわけ、ね、それはできるわ、実際にあったことだからと思い出してね、あるいはその頃につけてた日記を見ることによってね、毎日暇なもんだから、どんな話しとったんだろうと思う。いやそれはね、なぜね、あの療養生活で、ああいう生活で10人おるとね、その部屋におるということで、それはね、貴重な体験や、それがどないしたやって皆さんも言うかもしれんけどね、あの僕の隣にいた人はね、ヤクザの親分や、網走刑務所だよ、え、何したんか、人殺してた。いや、この間、昨日この間、天川さんで、あの、山口組の幹部の人が殺されたよ。そうや、同じや。
仙台でそのおさ仙台のおた頃にね、縁側関係してた。して対抗するね、暴力軍を襲ったわけ。ドスをドスを持ってこう切り殺したと。それでね、網走刑務所でやられたときに、わあ、下手したら死刑や。だけど網走刑務所でちゃんとわけで、その真面目に勤めたからね、まあ、7年か8年間で出られたというね。おっさんね、おっちゃんとおったと。それのおっちゃんが私が一番の友達だった。まあ、いや、どんな、ね、いや、決してね、なんていうか、どんな、なんか、決定のおっさんよ。なるべく見ながら、見てね、そんなハンサムとか男前とか全然ちゃうね。ぶっさいこのおっさんや。で、おじいちゃんやな。でなんかね、そういうことしたってやっぱね、もう顔が歪んでんねん。ね、もうそういうことしそうな人なんだよ。それでもその人と馬が合うねん。で、いつもね、あの車椅子に乗せてね、で、ずっと押してね、で、昔どうやったどないしょったかなんで、誰殺したんやなんか、なんか、いろいろ話したら、面白いんだよな、そのおちゃんがね。いやー、ね、なんで刑務所に入ったんやろ、ね。なかなか聞けないよ。その療養生活をしたということでないとね、そんな話聞かれへんね。ね。それでね、やっぱりね、人を殺す。そういう人はね、どういう人生を歩んだか。まあ、その人はね、不慣れだった。ね、不慣れって言われる。不念の存在。ね。それで、いや、まあ、仙台に何かの理由で居つくことになったらしいんだけどね、それで映画館を5つも経営してたんだと、ね、そういう人生あるんだ、おじいちゃんが。それで、まあ、秩父でね、最終的には住んでたらしいけど、その時にね、結核になって、それで入院したというね。話ね、いろいろあるわ、うん、ああそれでまあ人生ってわからん、人の人生ってのは不思議やなというね、そういうね、人を殺すヤクザの親を殺しに行った時にね、ちょっと間違えたらね、自分も殺されてるとこやったわけや。だけどまあそれ殺されて死んだと。でそういう人を殺すような罪を犯したんだからね、裁判所の裁判官がね、お前も死刑やと言われたかもしれない。まあ、どういうことか知らんけども、最初に結核になってね、入院したと。で結核になって入院したという、まあ、おじいさんだけども、もう、そうやっててね、もう僕らの、その僕が入院した頃には、ストレプトマイシンというんだけど、特効薬があってね、もう結核は治るようになったけどね、ところがね、それをいいことにね、アルバイトに夜中に行く人にね、療養しながらアルバイトに行く。ね、で治れへんうちに、体質になって、薬が効かなくなって。そうするとね、それを声出して、死んでまう人もおったわけや。いろんな人もおったわね、本当に。それでね、失敗がすることをね、療養生活をね、あれ、小説にしたらね、もう非常に面白い話ができる。うん。もう本当にね、もうバカみたいな話があった。バカな。まあ、やめとこう。その話がね、してね、今日は先生、一体何の話をしたんですかって言うとね、私もわけのまま分かりませんっていう話だからね、そういうね、とにかく、ね、聖書に戻らなかったらね、いつも思うね、聖書に戻りましょう、聖書に戻りましょうって、ね、なかなか戻れないというね、結果になってしまうと、ね。先生、戻らん方がよかったですね。ということで、だいぶ話も大変、そういうこともありますね。
まあ、無駄なんでね、なる。で、民の話はやっぱり聖書があったからね、聖書と関係するね。それがこの復活の話かな。で、それで、イエス様やから復活したんだと。さあ、人間がそんなね、復活するなんて、なんかありへん。というわけで、信じない人もいます。キリスト教というのはね、要するに十字架。十字架によって罪は許されるということでね、死んだ人が蘇ろうということがね、その二つがなかったらキリスト教の二大原則、ね、一番大事なことだね。それが二つも片っぽは言うんだけど、十字架だけは、十字架によって罪は許されるという話は、聞くことで信仰を持てるんだけどね、復活されましたというんだったらね、ちょっと受け入れられない人が多いんだよね、残念ながらね。だってそれだけはね、信じられないというね、人は多いですよ、ね、だけどそれも信じるんですよ、死んだ人がいて。なんで死んでるんですか。私はそれを信じるので、私自身がね、その何度も言ったように、さっき言いましたようにね、意見が落ちたと。ね、であれ助からへんのに助かったんだ。一遍にやねんね。よい、四遍も五遍も意見をするね。で、そのためにこうなんか奇跡的に助かったというね、そういうことを体験はがあるから言うんですよ。一遍や二遍、そこらの、ね、意見が落ちたかやるけどね、その偶然助かったというのはあったよね。四遍も五遍も六遍もね、落ちたらね、もうよほどのね、運が良かったというか、まあ助かれたんやな。で、他のね、人はね、その近所の人がね、助からなかったわけや。死んでしまった。幼い時にね。で、友達両親がね、嘆いていたな。死んだことをね。僕はそういうことになるんですからね。僕の兄弟はそんな、僕は4人兄弟で、男がね。ただ4人兄弟がおるんです。ただね、弟はね、誰もね、意見に落ちた人は、意見や色に落ちた人はいない。僕だけ落ちたい。なんで落ちたいんですか。おっちょこちょいないよ、それで。子供はどっからおっちょこちょい。なんかこうやってね、ほう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 ほ
落ち着く気がない。ちゃんと話聞け。学校先生ね、いつも言われた。なんか話聞く。いや、そらね、30人も40人もおったらね、1人や2人はね、クラスの中に落ち着きのない子がおるわ。ね、元学校、小学校生ね、そういう人おるでしょ。 クラスの中で一人か二人ね、落ち着きのない子がおるし、じゃないですか。いません。そんな人、おるでしょ。何も言うてもね、なんかほら、ファーストで、人がおる、子供がおると。それは性格だからね。その人も一人や二人はおってもね、まあ、しょうがねえなというのはね。 義務教育だからね、まあ、9年間、<笑>なんかではね、そういうちょっとそういうね、困った子もね、さあおっと思うわ。なんせクラスに、だって39人、36人か、だいたい人数やったな、1クラス。で、2クラスが70人ほど、小学校や。ね。 広しよ、小学校。今もあるわ。ね。それで、そういうね、70人から80人ほどのね、中にはね、おかしなやつもおったと思うよ。今でもおるもんな。ああ。だから先生はね、嘆かせるというかな、親を嘆かせるというか、ね。うん。
それでいつも試験も0点取るな、いいけどもね、大体0点やというね。あれ0点は取らへんけど、何かやってるかわからんというようなね。丸っつってつけたり、ピケつけたりね。ということをやったらね、少しはそれはね、点数もらえるんだろうけどね。大抵は10点以下とね、泣き泣き合格とかね。まあ、そんなのはね、君教育なんて昇級できたわけだけども、高等学校へ行きますとね、そうはいかんでね、高等学校の場合はもう成績の悪いやつはね、落第というね、ことでね、クラスが上がる、3年で卒業すると4年かかったりね、5年かかったりするという、そういうことはなかったけどね、僕らの時は。もうね、もうそんなちょっとね、もう大学のせいで言われる。そんな人はもう学校を来んといてくれって、ね、ことでね、なってたように思いますけどね。まあそんなと思うとね、ああもう非常に昔の、まあ、大体50年前の話、前の話を、そらね、ひどいなんていうか、今から考えたらね、ひどい状態だったという言えるわけですよね。だからね、人の命もね、軽んじられたわけや。そういうのがね、何も軽んじられても、その不思議なことにね、命を守られたっていう人もいるというね。復活、まるでそのイエス様の復活に近いようなね、不思議な体験をねするというね、ことがありますね。だからね、いや、そういう自分のその子供の時のことを思い出すと、どうして助かったんだろうかと思うような不思議なこともありますけどね。それとともにね、不信性というね、イエス様を信じたらね、新しく蘇るというか、蘇る、そういう体験をするんだよ。ところがね、その体験をね、してないというのは、クリスチャンという人でもね、案外いるんだよ。イエス様は本当に信じてね、復活が信じられへんという人もいるんだよ。さあ、もう一つね、神様の恵みをいただいてないんだろうね。残念ながらね。だって、もう病気も何もね、根本的に治ってまねば、新しくすぐに変えられるんだから。いや、それは、それでも心から信じることでしょ。ちょっとね、意外な信じ方だよね。それは、そういう体験はできないけどね。新しく生まれ変わろうという、復活するというね、一回体験してごらん。そうするとね、あ、僕は、生かされてる。自分で言ってるんだよね。生かされてる。過去の恵みというのは、なんと素晴らしいかって。だからね、もうこれは、私はね、イエス様のことを伝えよう。イエス様のことを語らずにおれない。という、まあ、どっちか言うと、キリスト基地内になるわけ。キリスト基地内。基地内が今は差別用だけどね。差別用だけども、自分で使ってるのは神やろ。人に使わないからね、ちょっとね、失礼やからね。お前は基地内って言って人に言うからね、ああ、ちょっと怒られますからね。それじゃなくて、自分も基地内で作る。っていうのは神でしょ。だって、このちゃんだよ。もう、このままだろうが得ないんだよ。キリストのこと、イエス様のことが本当に分かったらね、もうこの方こそ救いにしてやる。この方こそ永遠の命を与える方であるということがね、本当にこう分かるというか、ね。だからね、もう何かの機会になって、ね、イエス様のことを語る、伝えるという、そういうね、ことを一生やるというか。
だからみんな友達がね、お菓子言い出すわ。いや、今更お菓子言われてもね、もう前からお菓子だったからね。前からお菓子言われたんやってね。子供のところお菓子言われたからね。慣れてるけどね。慣れてる。お菓子ばっかりしてたんですよね。大人になるとやっぱりお菓子をする。いや、友達言うてて久しぶりに会うわ。お前昔お菓子買ったなぁ。そやね、昔お菓子だった、お菓子だったって言う。今さらね、僕はそれを、変なやつ、変わってるなって言われた。言われて平気やけどね。そのね、みんな人は、みんなね、大体ね、世間の人を気にするやろ。どう自分が見られてるかというね、みんな聞かれる、周りもだし、自分がどういうふうに思われてるかということを気にする人は多いんじゃないかな。なんか全然気にせえへん。ね。だからね、ちょっとおかしいね。いや、おかしいのも慣れてからね、おかしい人をね、75年やってきたからね。もうね、もう慣れてるわけや。まともや思われることはね、ちょっと逆におかしいみたいなね。いやいや、そんな話はね、いや、お前や、どない思われようがね、私はいつも思うね、どない人が思われようがね、神様がどう思われるかということがね、一番大事だと思うんですよ。はい、神様を愛す、神様に仕えていく、はい、それを言わないとする。神様は人の格好じゃねえ、外見じゃねえ、ね、ちゃんと、いや、昔のね、学校の先生ってね、ね、今も変わらへんと思うけどね、外見のもう、なんていうか、作法、うるさいばっかりね、ちゃんと礼をしなさい、ちゃんと答えなさいというかね、その、なんか形にはめられるわけや。形にはめる人が多かった。いや、そりゃそうだ人もいる先生もおるよ。おてですけどね。大体この外見をでもの言う先生が多いんや。言われても私はしゃあないと思いますよ。なぜね、ちょっと変な先生やったな。変な人。だからよ、もうちょっとね、何にもせえへんのにね、ちょっとお前何しとったんや、どつくせえよ、と。中学校の時からね。長屋に伊藤先生だって知ってる。長屋で終わりや。伊藤先生やな、中学校の先生だから。ちょっとね、部屋がね、なんか、どんな部屋かな、ちょっと覗いたら、ね。ちょっと喉を聞いたんだよ。そこへ、バーンって殴れた。いや、昔はね、もう、先生とか、ちょっと殴る。そんな人が多かった。多かった。殴られても知らないことおかしいからね。俺は今の女の子は、先生が多くなりましたけどね。とにかくね、まあ、6度ぐらい。申し訳ないけどね、先生、6度ぐらい生徒やな、でしたな、で、先生に言うことはね、あの時は申し訳ございませんでしたってね、ちょっとお詫びなきゃいかんと、ね、お詫びないとね、いけないような生徒やった、それはさ、ね、僕みたいな6度もない生徒はね、先生が扱いにくくてしょうがなかったと思うな。余計気に入ってたかもしれない。先生もね、そんな生徒ばかりおったからね、ちょっと困ったと思いますよ。でも職員室にね、立たされたら、で校長先生でも校長室に呼ばれた。校長室の中学校の校長先生はね、また内藤医者で、
同じになって、うん、でそれでちょっと親しみ湧いた。なんだ、もうやめなさい。はい。なんであられてそうか。え、もうやめなさいと言うじゃな。もうやめろ。はい。とにかく、ね、イエス様はよみがえられたというね、ことね。それと同じように、自分もね、そういう体験をするんですよ。心から信じてください。それぞれ、その考えられない不思議なことが起きるんですよね。だから、もうちょっと話したら、熊本から、いや、名前は言いません。ある姉妹が電話があったな。いや、懐かしい。え、お時間や。展開届けというか、送ってくれるんです。展開届け、教会をね、変わるから、教会は変わったからね、正式の書状を送ってくださいって言われますね。で、送るようにしますのでね、それ懐かしい。それで、今頃の展開届けをね、出さなきゃならん。もう10年ほど経つわ。だその人ね、今ちゃんと信仰持っておられるな、うん、10年も経ってね、教会が変わった正式の、ね、書類を送ってくださいということを言われるということはね、いやちゃんと信仰生活守ってんだ、この人大丈夫かなと思ったことでね、その時思ったんですけどね、ちゃんと信仰守っておられる、ね、多くの人はね、まあ、2、3年はね、教会に行ってくれて、だんだんとその教会はね、もう面白くないっていうか、もう行くのやめたというね、そういう人は結構日本人には多いんですけどね、いっぺんね、イエス様が心から信じたらね、絶対やめられるはずがないんですよ。ね、一生信じる、ね。そして天国に一緒に行こう。ねこの話がね、終わりますね。はい。信仰はもう一生持つんですよ。はい。ね、もう若い時だけ死んだ。ね。もう今は死にませんってなってね。そういう人の内容をね、はい、しましょうね。はい。はい。最後に、三段目のしましょうね。はい。それでは献金の時を持っていきたいと思います。献金感謝の時、森本様の話です。森本さん、休めや。じゃあします。尊き聖様、今から、献金を下げます。どうぞ、ご用のためにお使いください。主礼式様の名によって祈ります。アメン。本命を礼その身を賛美しながら献金しましょう。